いらっしゃい、お一人さんで。カウンターが空いてます。すぐ注文受けたまわるんで座ってお待ちを。うす、ただいま。カツ丼セットお待ちどうす。へえ、取材は昨日あったばかりなんすけど、何でもニアで広まったらしくて、こっちも戸惑ってるくらいです。了解っす。こんばんは。お疲れ様です、高畑くん。北斗。ほらよ、俺のおごりだ。これ本当に高畑くんが？ああな、甘味はおかみさんから教えてもらってる。丼物とは勝手が違うからなかなか苦戦しちまってるかな。いえいえ、見た目も素敵ですし、本当美味しいです。私は普段ほとんど料理をしませんから、素直に尊敬します。Thank you.
Thank you.
あいつもあいつで忙しそうだな。表だけじゃなく裏でも大層な立場みてえだが。白の巫女、そういや魔女との戦いでも名乗ってやがったか。心を読んでんじゃねえよじいさん。だがそうだな、相も変わらずいろいろなしがらみにがんじがらめみてえだ。そのくせ降りかかる面倒ごとは涼しい顔して片付けちまいやがる。昔からあいつはそういう女だった。3年前のあの事件もあいつがいなけりゃ解決しなかったはずだ。だがあまりに完璧すぎるっつうか、完成されすぎているっつうか、味方についていた俺たちですらうすら怖えもんを感じていたくらいだ。あれから3年、俺は一度だってあいつの弱みってやつを見たことがねえ。正体を明かした今になってすら俺たちと絶妙な距離感を保ってやがる。前々から思っちゃいたが、つくづく住んでる世界が違うみてえだな。どういう意味だ？じいさん、あいつを知ってんのか？お待たせしました。早速調査を開始しましょう。あら、どうかなさったんですか？そうだな、カズマ。お前だったら。